俺を誰だと思ってる。カズマさんだぞ、スティーズ。とうとう冒険者から変態にジョブチェンジしたんですね。してないから、わざとじゃないし。みんな、元気、ゆきたみのるです。ということで、今回、なんしょう、このすばさき、アニメ連動キャンペーン、やっていこうと思います。ということで、最新版を話しつつ、キーワード発表していこうと思います。というわけで、最新話ですね、第1話ですね、紅伝説の伏線というか、まあ、カットされた部分を、ありつつ、第2話に続くような流れを作りましたねというわけで、まあ、シルビアンのね、呪いを受けてしまいましたね。モテヒが来たと思ったら結局ダメでしたといった形もありつつっていう形でございます。そして安楽少女も出てきてですね、こちらもカットされた部分もなって、裏と表のギャップがすごかったなって思いましたね。でカズマとメグミの2人っきりも良かったですね。まあ本当にカズマに関しては改めてメグミンをね、爆裂魔法の道に進んでいいよという形でね、押したという、背中を押したという形もあって、まあカズマとメグミンに関しては好意を受けてるという形ですかねと思いますね。でそうですね、オープニングだとリンとかリンの仲間たちもね、出てきたりとかもしたので、まあ、今後出てくるんじゃないでしょうかですね。はい、で三続きとかもいたし、クレア、レイン、アイリス様といった形に出てきたので非常に良かったなと思いました。でまあドラゴンの戦ってるところで、まあ、スローするとね、若干わかるんだけど、カズマがめぐみのことをお姫様抱っこしてる瞬間があるので、まあ、非常に萌えポイントがね高いのではないでしょうかと思いますね。非常にですね、まあ、協力的に、打ってたなと思いますし、良かったのかなと思いましたね。いや本当にオープニング神かかってたなと思いましたね。クオリティが高かったというか、非常に良かったなと思いましたね。いや本当に、まあ、次回はエンディングもねあるかと思いますので、まあ、楽しみなところでありますね。でアイリス様の手紙が届くシーンがありましたね。ようやく第2話でアイリス様が登場しますというわけでございます。いや非常にどんなような形になるのか非常に楽しみなところもありますね、まあ、どのような演技力が楽しあるのかがですね、非常に楽しみなところでありますね。でララティーナ、ダクネスはご令嬢に戻れるのかというか、ご令嬢を引き続く形になるのでしょうかという部分でございますね。というわけでね、こちらにアニメ連動のねバナーが追加されておりますので、ここを押していただくとね、キーワードのページに今度こそ飛びます。平和でまともで時にチヤホヤされたりする異世界ライフを送れますように。この明るい未来に祝杯をというわけで、ライフルというかね、チヤホヤされたいライフルを送りたいという形でありますけどね、今回のキーワードはこちら、お年頃を入力してください。カタカナでお年頃といった形で入力すると、なんと報酬が出たみたいだぞ。報酬がもらえます。ということで今回の報酬はアニメ3期放送記念期間限定版入り星4確定ガチャチケットがもらえます。ということで期間限定メンバー入りというわけなので、まあ、若干限定が入っているよという形でございますので、皆さん
はぜひゲットしてください。キーワードを入力してゲットしてくださいね、という毎週日曜日にキーワードが発表されていくといった形になる感じ多いので、毎週日曜日ね、発表された際には動画していきますので、お楽しみに、ということで高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは以上となります。